こちらのスーツはこれは、えー、初めて自分で選んで選んだスーツで自分で初めて作ったスーツでもあります。ご自身で選ばれたんですね。そうですね。一目惚れでした。そうだったんですか。はい、横浜ゴムに決めた理由なんですけれども池さん、何だったんでしょうか。私の先輩方である女性さ社員の皆様を はじめとしたたくさんの方々とお話をさせていただいた時に、まあ、タイヤの会社というとやはり男性のイメージが強いと思うんですけどその中でも女性社員の皆様の,あの温かい雰囲気だったりとかすごくお仕事を楽しそうにされている雰囲気を見てみんなのように楽しくワクワク毎日充実した社会人生活が送れるんじゃないかなというふうに思ってそれが一番 強いなっていうところです K さん本日はよろしくお願いいたしますさあまずは K さんからご挨拶とご報告をお願いいたします皆様本日はお忙しい中お集まりいただき本当にありがとうございます、えー、私事ではありますがこの度株式会社横浜ゴム様の一員となることになりました、えー、企業と個人それぞれ別々の形ではありますが お互いにトップを世界のトップを目指していくというふうに考えております。これから長い間ですが一生懸命頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お飯高家はね、これまでもはちゃんとした作法は。 習ったことがないのではじめまして MJOY WORKS の鍋島と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします頂戴いたします鍋島さんですね池井さんですねすどうぞよろしくお願いいたします,いしますはいも、まあ、これは自然に拍手が巻き起こる素晴らしかったですがいかがでしたか池井さんえ ちょっとカみカみで申し訳なかったんですけど <laughs> あのちゃんとこれをまたいろんなやり方とかあの今は一緒にやる同時,交換あ同時交換だったと思うんですけど片、はい、側交換側ん <laughs> あの片方の型だけやるとかそういう,あそう自分だけとかの時の、えー、勉強もこれからしっかりしていきたいと思います。